児島中央駅今、クリスマスマーケットっていうイベントやってて今から歌います。今ね、陽子ちゃん歌ってます。たった一言この一言言えない今日は、この石田みどり役の方をやっていただきましてね、2人で我々の OK という楽曲を歌いたいなと思います。陽子ちゃんです。まあ、陽子ちゃんとは同じプロデューサーなんですけれども、はい、ね、もう陽子ちゃんはだからもう妹シンガーですよね。同じ系列で、まあ、東京にもね、いちほっていうのとかね、いろいろいますけれども、つけていきたいなと思います。それでは聴いてください。 OK、信じてる愛の日々が切なさ積もらせても
緒に OK。 あ、いいですね。 OK マーク、 OK マーク。もしも一つだけ願いが叶うなら、いつもそばにいて一緒に帰ろうね。大空の下どこにまみれたカラスが、なんだか嬉しくて走らせてく、あなたの後ろ姿こんなにも大きいよ。なんだかとても頑張る人を見ると、涙が溢れて言葉をなくし、素敵な思い出けが教えてくれた。最後まで諦めないで、その夕日は世界一。 OK、 もう一発いきます。せーの、 OK。 あざす。どうもありがとうございます。陽子ちゃんにもね、もう本当も空港まで迎えに来てもらってね。縦社会が厳しい。いやいやいや、まあありがてえありがてえよ。ありがてえ、ね、いや空港いうでも結構離れてますよね。そんな言うとですね、うん、私三重県四日市市でね、うん、はいはいはい、何でも知り合いいらっしゃらない、マックスタイルで意外に知り合いいらっしゃらないのに、毎回会場満席にしていただいたりね。いやいやいや、もうめちゃくちゃ甘やかしてくださってね。もうグルメツアー鹿児島のほらここは何だっけ、マックさん盛り上がりました。イエーイ、なんとなくできた。え、ここここは何ていう通り。ここはベル通り。あ、とんかつの川久。そうそうそう、あ、ここ行った。あ、これ、あ、これこれだいぶ前に行った。あ、あ、これこれやん、はい、これこれ山田ズバー、山田、はい、山田隆之聞いてるか、今どこにいてるか。さあやってまいりました、ロフト。山田ズバー。もうね、あのさっきのあのライブの会場からめちゃめちゃ近くのところにね、あの山田孝之のお父さんがやってる店があって、まあ前回も来させてもらいましたけどもね、今回も来ましたね。中入っていきたいと思います。メニューもブワーっとあるわ。飲み物ブワーっとあるわ。山田孝之プロデュースやから酒が多めやな。どれ、これカクテルもいっぱい、白紙。え、これクラフトビール、いっぱいありますね。山田ズバーで乾杯。おしゃれに飲んでみました。山田ズバー。